ニュースピックアップです今週は今月選考会があった第20回九州佐賀大衆文学賞についてお伝えします解説は佐賀新聞生活文化部の森山清夫記者です森山さんよろしくお願いしますよろしくお願いします先日佐賀市で第20回九州佐賀大衆文学賞の最終選考会が行われ 大賞の笹沢佐保賞には、高知県高知市の若い勝美さんの幻聴がいた頃が選ばれ、奨励賞には、佐賀市の伊藤孝子さんの水蓮の蜂が選ばれました。家作は該当なしと決まりました。最終選考会は、佐賀市の養老亭で開かれ、作家の夏木静子さん、北方健三さんの2人が最終選考に残った6編について論議しました。 ところで、九州・佐賀大衆文学賞とはどのような文学賞なのでしょうか。はい。九州・佐賀大衆文学賞は、新人作家の登竜門としても評価のある文学賞で、作家の古・笹澤佐保さんが提唱し、20年前に始まりました。推理小説及び歴史・時代小説を対象に毎年募集しており、今回も国内外から293編の応募がありました。 佐賀新聞社や県内の企業などで作る九州・佐賀大衆文学賞委員会が主催しています。それでは、まず今回大賞に輝いた和解さんの受賞作、幻聴がいた頃について解説をお願いします。幻聴がいた頃は、江戸時代を舞台にした時代小説で、上役の依頼で引き取って世話をした少年が、実は藩主の息子だったというストーリーです。 北方さんは完成度が高くバランスが取れている夏月さんは好感の持てる作品で小説としての整合性もあるとそれぞれ評価しました。大賞を受賞した若江さんは40代から地元紙の小説募集に出品するようになり50代で父親を亡くして人生残り20年と切迫感を抱き生きた証しに何か残したい。 とと本をを入れて書くことを決意しましまた当初は現代小説に取り組み2004年に高知県芸術祭文芸部門で文芸賞を受賞したおり審査員から「時代小説を書いてみたら?」と勧められたのがきっかけで九州佐賀大衆文学賞に数回応募し2009年は最終選考まで残りました。公務員を退職後は 地元の文学講座や同人誌で検査を積みながら、本格的に創作活動に取り組んでいます。若江さんは、大賞受賞は全くの予想外で夢のよう、これからも人間の深い部分を見つめた作品に挑戦していきたいと話しています。次に、奨励賞を受賞した伊藤さんの水霊の8についてお伝えください。はい。 佐賀県内の応募者から選ばれる奨励賞に決まった。睡蓮の八は、明代の中国を舞台に金書、金平梅の真の作者をめぐる時代、小説で面白い着想。自分の文体を持ち、修練すればかなり上手くなると今後の可能性に期待が寄せられました。奨励賞の伊藤さんは専門学校で生物を教えたり、医学。 薬学系の翻訳を手掛ける傍らこの10年ほど小説を書いており今回の作品はモネのスイレンののイ絵を見てここタイトルで書うと決めました久しぶりに文学賞に応募して初入賞し伊藤さんは手応えはあったが上手に書けたというより好きな作品に仕上げることができたと喜びを語りました。 対象の幻聴がいた頃は、4月下旬から5回程度の連載で佐賀新聞に掲載する予定です。ぜひご覧ください。今週は、九州佐賀大衆文学賞について森山記憶記者の解説でした。森山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。